いいもんがあるじゃねえか。あれのこと？さあリム、早速箱にしてくれ。こんなの無理だわ。大きすぎる。できねえのか？こんな大きいもの、常識的に考えて無理でしょう。大きすぎててキューブにする端から時間切れで消えてしまうわ。いい考えだと思ったのにな。大きさか。そうだルフィ、あいつなら大丈夫じゃないかな。きっと俺たちを助けてくれるぞ。あいつって誰だ？総裁殿の地下にいたコガニーだよ。なるほどな。あいつなら大きさもちょうどいいかもな。そうか、それならそいつを連れて行こう。ガッキャン！
よし、着いた。コガニーはどこだ。確か最下層の砂地のところだったと思うわ。行ってみましょう。あんたたちの噂は聞いているっす。ぜひ出会わせ願うっす。シュッシュ、いいぞ、やろう。ちょっとルフィ、本当にやるの？ああ、やる。わかったわよ。思う存分やんなさい。邪魔だ。俺の仲間、この…俺は諦めが悪いんだ。ゴムゴムのピストル、よっと、だ。よし。見事っす。俺の負けっす。クンフージュゴンの掟に従い、あんたの弟子になるっす。よし、よくやったルフィ。すべて俺の教えた通りだ。そうなのか、ウソップすげー。修行してウソップとも戦いたいって言ってるぞ。おう、また機会があればな。今回は力を見せられなくて残念だ。はいはい。それにしても今のやつ、私たちがここに来るってよくわかったわね。カニんとこで話を聞いていたんだろう。あの時近くに何匹かいたからな。げ、またなんかいる。クォー、あんたたちが噂の海賊っすね。他の仲間からあんたたちの話を聞いているっす。いざ尋常に勝負っす。だって前に戦った奴らとは別なんだな。そうだ、よかったなウソップ。今度こそ力を見せるチャンスだぞ。え、いや俺は。そうなのか。じゃあウソップ頑張れ。いや待て待て、見るからにさっきの奴より強そうじゃねえか。よかったわね、活躍のチャンスよ。なみお前。俺は逃げねえ。戦うって決めたんだ。うっさペガーパンダーパン。一発で止まんなかだ。キャプテンウソップの一撃、ウソペガーパンダー。うぅ、俺を狙ってるのか。ウソペパフォーム。どこにいようが止まんなきゃだ。ウソッペッパフォーム。何が起きてももう動じねえ。ウソッペッパフォーム。おう、俺はせウソッペッパフォーム。ピヨピヨピヨ。くそ。腹が減って力が出ねえ。かかってこい。ウソッペッパフォーム。
は逃げ。これでどうだ。バン。さよ。見事っす。俺の負けっす。あんたの弟子になるっす。そしてもっと修行するっす。だはあ、キリがないわね。もうやらねえ。誰か俺の治療をしてくれ。今ので終わり？さ、どうだかな。いるんだ。ルフィ、それならこっちじゃなくてさっきのとこ下だぞ。おいおい、空風呪文しかいねえじゃねえか。いや、ちゃんと匂いはするから。手合わせをって言ってるぞ。どうする、ルフィ。よし、いいぞ。俺に任せろ。三刀流王三千世界。俺は負けねえ。ゴムゴムのガソリンだ。金よ。ウソッペパフォーム。準備 OK。 行く。トレインタフルールフリッ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガソリンだ。もらったぜ。でどうだ。来るなら。準備 OK だ。あとはもう帰るだけだな。頼むぜ、リム。すぐには戻れない。
最初の港町のメモリアキューブがあるところまで戻らないといけないわ。メモリアからキューブを持ち出すにはそうしないといけないの。なんだよ、またあの砂漠を越えるのか。分かってりゃそのメモリアキューブをここまで持ってきたってのに。ダメよ、メモリアキューブはこの世界を作ってるキューブなの。壊れでもしたら何が起こるかわからないわ。ダメだぞウソップ、そのキューブに触れちゃ。お、俺はキューブに触っちゃいけない病だった。よし、じゃあ港に戻るぞ。菜の花に急ぐならヨイサーを呼ぶ手もあるけど、どうする？そういえば港のそばにも例の看板があったわね。よし、とにかく行くぞ。メモリアキューブ、この世界を見せているキューブよ。メモリアキューブがあるとコガニーのキューブを持ち出せるのか。そうね、まずはキューブを引き寄せるわ。うわー、でっけえキューブが落ちてきた。どうすんだよリム、あのキューブが壊れたらメモリアは大変なことになるんだろう。落ち着いて、大丈夫よ。嘘だろ、キューブが縮んじまった。かなり小さくなりやがったな。ここにさっきのキューブを入れると、コガニーのキューブが吸い込まれていくぞ。不思議なもんだな、これでいいのか。そう、これでいいわ。さあ戻りましょう。戻ってきたな。リム、体調は？平気。私のことは気にしなくていいから。平気。私のことは気にしなくていいから。早くアディオのところへ行きましょう。相変わらずすげえ砂ぼこりだ。じゃあ、頼むぞコガニー、行くぞ、出発だ。いいぞコガニー。すげえ狭いぞ。我慢しなさい。もう死んでもいい。うるせえ、なんだと。二人とも暴れないで。うわっ、ありがとうコガニー。さあ、巨像を目指そうぜ。よし、行くか。いつでもいいぞ。やっと俺の出番か。やっと俺の出番か。
ねえな。ゴムゴムのガトリンガー。いいわ、任せて。俺の番だな。みんなでチクッとけ。てめえらか、マナーがなってねえな。レようやく力俺ちょここも雷鳴の遺構みたいに何かの研究施設だったりするのかしら。奥に進めばその謎も解けるかもな。中も随分崩れてやがるな。クに逆らうとどうなるか教えてやる。私の番のように。
オチエンタフルークロトワマーノショック。覚悟しろよ。待ってろ、今行く。これで元気になるぞ。おお、ありがてえ。お、行くぞ、俺についてこい。やっと俺の出番か。三刀流を三千世界。悪く、よっしゃ。行くぞ。よし。どうだ、ここまで来てこの遺構のこと何か分かったか。ううん、そういうアディオは俺も今のところさっぱりだ。なんか空気が流れてるわ。この辺りどこかにつながってる。この像の台座、レールの上に乗ってるぞ。風がこの台座の下から来てるわ。台座が動くかやってみよう。ぐん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 。ダメだ。仕掛けがあるみたいだな。台座を見て、何かはめ込むくぼみがあるわ。くぼみにはめるものを探してみましょう。
下行くぞ。楽しそうだな。少しは警戒したらどうだ。ここは砂だらけだな。あの壁から出ている光は何だ。あの大きな鏡台が光の軌道を変えているようね。何の光だかわかんねえが、何かの仕掛けだろうな。あの扉の模様、歯車か。なんだか怪しい扉だな。そうね、何かありそうな扉だわ。私としてはあの奥に見える矢印のような模様の扉も気になるわ。ダメだ、もうどの扉も危ねえ感じしかしねえ。結局は開けることになるだろうがな。見て、何かあるわ。何が起こったんだ。真ん中の部屋の装置が動くようになったんじゃないか。確かめてみようぜ。奥に何かあるな。
そういうとこは俺の出番だ。行くぞ。よし。何があるのか楽しみだな。無事に動力が供給されたみたいね。さっきのスイッチは俺様の予想通りこいつを動かすためのものだったんだな。よし押すぞ。すごい、部屋ごとひっくり返るなんて。面白い。死ぬかと思ったぞ。こっちはさっきまで下にあったフロアに続く階段か。しかし逆さまになってもか。おいおい見ろよ、床にあった装置が天井に張り付いちまってる。これじゃ操作できねえぞ。しし、し大丈夫だ、こんくらいなら伸ばしは届く。それにしても結構な数の装置が砂に埋まってたのね。他にいろいろと発見がありそうね。また砂ぼこりが。なあ、結局この場所って何なんだ。フロア全体を反転させて砂ぼこりを舞い上げるための区画かしらね。正直何のためかはわからないけど、きっと何か意味があるはずよ。
紋章が手に入ったわ。ん？待て。チッ、お前ら気をつけろ。いつでもいいぞ。三刀流王三千世界勝負。私が必要ってことね。一人10万よ。しようパンチ。さて、行くわよ。トレインタフルールブリッバッ。一丁やるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカー。ホッテンペスタ。竜巻。よし、みんな準備できてるな。ゴムゴムのジェットバズーカー。抵抗すると痛い目見るわよ。任せて。ゴーカー。甘く見てるとこ。えい。ホッテンペスタ。くらえ。準備オッケー。刃こぼれすら己の恥だ。ふっ、そこだけ。私の番ね。ホッテンペスタ。修行に邪魔で。私たちは行くわよ。あたし。